はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。コストコ購入品紹介の時だけ出てくるさとひろです。こんばんは。コストコ購入品紹介の時だけだっけ。まあほぼほぼね。マジ。はい、ということで今日はですね、コストコ購入品紹介2023年1月バージョンやっていきたいと思います。ということで、はい、久しぶりにコストコに行きました。嘘です。なんで冒頭から嘘つく。なんで嘘つくん。12月末にも行ってますよね。忘れちゃった。便利な言葉ですね、忘れちゃった。ということで今回もですね、食材等がなくなってきましたので、はい、買ってまいりました、はい、今回合計13点買いまして、はい、お値段17,684円でございました。まあ行くよね、仕方ないよ、コストコ行ったら。まあなんか左の方に見えてるでっけえやつとかが結構高いんだよね、茶色いやつ。ということで紹介していきたいと思います、はい。今回は初めて買うものも意外とありますね。お、じゃあまずじゃーん、お寿司です。これは毎回買ってる。まあ定番ですね、これは。ええ、でもなんかチラシ寿司かすごい悩んだんだけど、チラシ寿司ね。チラシ寿司チラシ寿司が赤いんだよね。まあ美味しそうだったけどね、量はいっぱい入ってたし。そう、美味しそうだったけど3800円したのよ、うん、ね、ちょっと高いなと思ったので、今回は1980円のいつも買ってる寿司を買ってまいりました。はい、はい、じゃあ次どうぞ。はい、これは別にいいじゃないですか、紹介しなくても。あ、大根ちゃんです。大根です。最近大根サラダに僕らハマってるので。そうなんです。98円の激安大根を買ってきました。スーパーで買うと半分とかでさ90円とか、まあ、60円とか70円とか、ね、ちょっと安いのかなと思って買いました、はい、ね、後で教えてあげなよ。ポシコが作る大根のサラダを食べるとめちゃくちゃ改善です。爆弾うんこが出ますね。そうそう、水だからね、ほんまね。水菜と大根の爆弾うんこサラダ。クソまずそうなんだ。はい、ということで、はい、次、はい、じゃあ卵、初めて買いました卵。いや、1回買ったな。1回買った一回買ってうちの実家と10個ずつ分けた記憶がある。ああ、なんかそんな記憶もない、うん、あるな。卵470円です。ちょっと高いよね。まあでもゆうたちがいつも買ってるのはちっちゃい安い190円とかの卵なので、うん、高いっちゃ高いのかもしれないけど、ちょっと高いですね。サイズが結構でかいんでいいかなというところで。結構卵使うのよね。はい、次これです。じゃあこれも初めて買った豚の細切れです、はい、これが2508円になります、はい、まあでも冷凍、まあ、冷凍しておけば買うだろう。なんか冷凍庫に食材がないんですよ、うち。なんか冷凍庫パンパンのくせに、うん、なんか飯になるようなものがないんよ。雑魚いもんだよね。雑魚いんだよ。なんか牛タンとかはあるんだけど、うん、なんか雑魚いんだよね。牛タンって料理に使えないしね、なかなか、うん、焼くだけとかだから。あとふるさと納税でもらったネギトロとかしかなくて、ちょっと雑魚いので、それ冷凍しておけばね。冷凍して常備しとけば、うん、さっと焼いてたとかね、使えそうかなって思います。茹でてもいいし。はい、次、毎回買っておりますこのロース生ハムです。これ美味しいですからね。ゆいさんしか食べない生ハム。なんか自分しか食べないのに責任を感じてるのか分かんないんだけど、ゆいさんが生ハム食べるとき無理やり僕に食わそうとしてきます。これ788円。これはやっぱり普通に1パックで買うよりかも安いので、安い、ね、これはめちゃくちゃおすすめ。はい、次、最近ずっとおなじみである、うん、桜鶏の、これはもも肉でございます。これ美味しいんですよ。まあ本当は良くないんだけど、僕らはこのまま冷凍庫にぶち込んでいます。あのちゃんとしてるシェフとかは袋から取り出してラップとかにくるんだりとか、下味とかにつけてね、ね、やると思うんですけど ね、僕らもだるいんでこのまま全部ぶち込んじゃいます。でこれが2848円、はい、でも美味しいんだよこれが。油も乗っててジューシーだしね、うん、はい、次、これがなくなるたびに僕はコストコに連れて行かれます。私のドリンクです。これ3268円。ガソリンだったらそれ4リッターで500円ぐらいでしょ。6倍の値段すんだよ。人間のガソリンの方が高いじゃねえか。飲んでいいよこれ、2人で買ったの。いいよ、俺飲まないから。そのウイスキー分のお金ちょうだい。いや、うんうんじゃなくて。それまた変わってくる。変わってこないよ。変わってくるよ。だってさ、ちょっと話聞いて。お財布一緒にするじゃん、カップルとかさ。カップするかどうか知らないけど、大体のカップルとかってさ、お財布一緒にするでしょ。で、なんか一緒にランチ食べに行った時とか、彼氏の方が高くても私は何も文句言わない。でそれと一緒。でもさ、悪くない？彼女彼氏のさ間で、え、あるよね。でもそれを何とも思わないっていうのが海や家族って感じなんで。はい、ということで次、塩昆布、藤子塩昆布です、はい、これ最近あんま食べてなかったんですけど。そうだね、やっぱちょっとないとね、うん、あったら食べるんだよね。あったら食べるんだよ。おにぎりとかに混ぜたりとかね。はい、パスタでもいいしね、うん、これが980円。はい、次、水餃子です。今日これ売ってるところで、業してましたね。自
食やってたね。試食やってみんな美味しそうにしてさ食べてた。あるじゃんこの冷凍庫、はいはいはい、そこにねいっぱい溜まってた。うわうめえからなこれ。これマジで美味しいんだよね。コストコ行ったら絶対買ってほしい。あれがなくなるかウイスキーがなくなったらコストコに行くんですね、まあ、これ899円。はい次どうぞ。ポチコくんがだけが使う。おーおー強調するじゃねえか。随分ヒロくんだけが使うコンディショナー使っていいからね。大丈夫です。これ1799円です。なんかさコンディショナーだけ抜くのが早いよ。シャンプーってあんま使わない。ワンプッシュ。え、シャンプー何プッシュしてる。ワンプッシュ。コンディショナーはワンプッシュでは足りないよ。昔君が使ってた時に5、6プッシュするじゃん、うん、全然する。だってこのシャンプーよりこれだもん。シャンプーは3プッシュでコンディショナーは5プッシュ。いや知らんし。だからなくなるのが早かった。髪の毛長い人はしょうがないよ。はい次。はいアスパラです。アスパラガス。これ698円。安いか。お前安いんじゃない。何で食べるの。え、これ普通に焼いて掘りにしでも美味しそうじゃん。魔法の粉ロフトで買いました。ロフトで買ってマジで美味しいから食べてほしい。はい次、はい、舞茸ちゃんです。これ328円。はい小分けになってるし。いつも何食べてるってこれ。まあソテーにしたりとか。俺は舞茸の天ぷらとか舞茸ご飯とか好きだけど。あ舞茸ご飯で食べてたね。でも混ぜご飯あんまり好きじゃないんだよね正直言って。はい、ということで次ラスト。じゃんこちらハリボーのゴールドベア買ってみました。これは1380円です。これなんかさ口が寂しい時にさゆうたちグミ食べるじゃん。なあグミね外でも食べたりしたりしますしね。なんだなんでだろうね。分かってんだよ水飴だってことぐらい。全然普通なんだけどさ美味しいんだよねこれ本当に。小分けになってるのもいいんじゃないですかね、うん、これ1キロだっけ。うん 1000g って書いてあったよね。うん全部食べたら何キロカロリーだろうね。やばそう。3430キロカロリーです。はいということで今回買ったもの以上でございます。なんかいつもは洗剤とか買ってたんですけれども今回はまだ残っているので洗剤系はねあんまり買ってないんですけれどもこんな感じで13点で1万7000円でございました。でね今回は買わなかったんですけれども、はい、あの前回か前々回に買ったあのパイナップルを、うん、あの前の動画で食べてたと思うんですけれども、うん、あれはやっぱりカットパインを買うより丸々買った方が確実に安いです。圧倒的に美味しいし ねカットパインはあの袋で900円ぐらいするのね、うん、だけど普通のパイナップル400円ぐらいかな490円とかだった気がするけど、うん、であのカットパインより量多い気がするので、うん、私たち的には、はい、最近のコストコ購入品の中で結構買ってよかったものランキングに入るよ ねじゃあなんで今日はないんですか。今日はスーパーで買ったパイナップルが残ってるので、はい、買わなかっただけでしょう、はい、なのでぜひよかったら皆さんコストコに行った際にはパイナップルおすすめです。首から頭落ちちゃった人ちょっと地味にうまいんだよなということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。何かね、はい、おすすめのものとかがありましたらぜひよかったら教えてください。また食材等洗剤等がなくなりましたらお買い物したいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。